日本のものづくりに私たちの力を、さーよー。どうもどうも、小松です。本日はバイク乗りなら誰でも解けること間違いないバイククイズをお届けしてまいります。第5問ご用意しておりますので、バイク乗りの皆様はぜひチャレンジしてみてください。そしてクイズが好きな皆様もぜひぜひ解いてみてもらえたらなと思います。それでは早速いってみよう。バイクの交通違反で脳みそが少なくなるものは何でしょうか。はい、はい、スピード違反、飛んでっちゃう一時停止違反。はい、なぜですか。脳が一時停止。シートベルト。シートベルト。シートベルト。一方通行、逆走、激突した。交通違反ですからね、はい、事故ってないんですもんね。事故ってないです至って事故ってないです。タイムトラベルなんということですか。時代を若返っていくと、はい、あ、教えてください。自転車、自動二輪車、自動車の運転手のうち一番たくさん食べるのは誰でしょう。自転車。自転車、なぜでしょうか。恋でお腹減る。同じこと思いましためっちゃ同じこと思いました今自動車の種類は関係ありますか。バイクは何 cc でもいいんですか自転車は三輪車でもいいんですか。たくさん目にいいと、目にいいと、ま、あ、ロット食べ物たくさん食べるか、たくさん食べるかかーですね違います一番だって食べ盛りっぽいのはやっぱり自転車乗ってる人だよね。まあ、そうですね、そうですね。教えてください。この文章の中に4つのバイクメーカーが隠れています。探してください。バイクメーカーといえば川崎、ホンダ、ドゥカティ、オトクッチ、トライアンフはいはい、富山はヤマハ。おお、ヤマハは譲れませんよ。はいはい、あの川崎に川崎。はいはい、富山は晴れなのでハーレーそれ当たり伸びてないもんねはいはい、この間借りた本だ、いかん山に。ホンダ。この流れでいくと、これ日本の4メーカーじゃないですか。これはでもそうじゃなくて、なんか入ってるんじゃないの ?1 個ぐらい。わかるかな。逃げるときは60キロ、追いかけるときは120キロ。この乗り物は何でしょう。パトカー。パトカー逃げるんですか白バイ。白バイも逃げませんね乗り物って何がありますか。新幹線、車、はい、飛行機、はい、ロケット、はい、バイク、はい、チャリ、飛行機キックボード、ベビーカーどんどんちっちゃくなってる、まあ、似たようなものは今言ったところに出てますね。出ました。はい、追う方が好きなんですよね、きっと。馬車。逃げてください。60の120。天気のいい日に乗るバイクは何でしょうか。はいはい、カガッチが乗ってる25R です。なぜですか私雨の日あんま乗らないんですよ。はい、はいはい、私の SR 雨の日は乗りません。乗らないですかはい、はい、モトグッチ。モトグッチ、何でしょうか。モトグッチ天気っぽいトライアンフ。トライアンフ、なんか晴れっぽいですね。
ノートン、ノートン、ノー天気。スパファン。教えてください。はい、ということでバイク問題5問解けましたか？楽しかったよという方、いいねボタンとチャンネル登録はよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、皆さん、マンツーでーす。